バリーはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン旧駆逐艦の一席。艦名はアメリカ独立戦争で活躍したジョン・バリー大将にちなむ。その名を持つ艦としてはベインブリッジ旧駆逐艦の二番艦に続いて二代目。バリーは1945年4月から6月の沖縄戦において行われた日本軍の大規模な特攻作戦である菊水作戦において 最後に撃沈された官邸二隻のうちの一隻である。バリーはニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で1919 19年7月26日に寄港し、1920年10月28日にバリー大将のソマダ名にあたるシェルトン・ E ・マーティン夫人によって浸水、艦長、AA1 番ベルガー大尉の指揮下1920年12月28日に収益する。 しかし、1921年11月15日に、大西洋艦隊に編入されるまでの間は、予備艦として扱われた。後の、第12代アメリカ海軍作戦部長である、ホレスト・シャーマン大尉が、バリー艦長を務めたのは1921年のことである。大西洋艦隊に編入されたバリーは、1922年10月に、ハンプトン・ローズを出港して、 大西洋を横断し、軍検隊の一艦として1923年7月までトルコ水域で行動する。任務終了後は1923年8月10日に東海岸に戻り、この1922年に新編成された偵察艦隊第14駆逐部隊に加わる。8月から9月にかけてはアメリカ陸軍が企画した世界一周飛行の支援を行い、 ノバスコシア州沖とラブラドール地方間にてその任務に当たった。飛行そのものはエンジントラブルで失敗に終わり、バリーはクルーをノバスコシア州ピクトウに輸送し、クルーはボストン経由でシアトルに帰還した。1925年、バリーは太平洋における戦闘艦隊の演習に参加するためパナマ運河を成功。 演習終了後の1925年7月に東海岸に戻った後は1932年2月に再び演習で太平洋に向かうまでの間偵察艦隊で定例任務を遂行した。太平洋から大西洋に帰還した後1932年12月20日にノーフォークで第19予備役駆逐部隊入りする。 バリーは1933年6月20日にノーフォークで最終駅し、7月1日に偵察艦隊第7駆逐部隊に合流してサンディエゴに向かう。1936年5月に偵察艦隊と共に大西洋に戻った後、短期間第8駆逐部隊の機関を務めるが、間もなく戦闘艦隊に呼び戻されて第22駆逐部隊に加わり、太平洋に移動した。 1938年1月から4月の間は、ハワイ水域で、行動、5月21日からは、大西洋側に移り、第21駆逐部隊に属した。第二次世界大戦勃発後、バリーは、第67駆逐部隊に配属され、中立パトロールで1940年10月18日から、パナマ運河地帯の警戒に当たった。アメリカの大戦参戦後は、 大西洋の戦いに参じて護衛戦というボートとの対決に当たった。1942年早々からキューバのグアンタナム湾を拠点としてカリブ海を通過するパナマ、トリニダード島及びキュラソー島域の輸送船団の護衛を行い、1942年後半から1943年にかけてはトリニダード島に拠点を移動して、 南大西洋方面での護衛任務を遂行した。1943年7月から11月までの間、バリーは大戦相当部隊の第21.14任務軍に入り、北、大西洋を行き交う輸送戦団ルートに沿いながら警戒を続けた。部隊は護衛空母カードを機関とし、7月30日から9月10日までと9月28日から11月8日。 までの二つの期間中に八隻の U ボートを撃ち取った。撃ち取られた U ボートの一隻 U-405 は11月1日に両艦ボリーと組みちになり U-405 は沈没してボリーもまた損傷は,なはだしく、バリーはゴフと共にボリーの乗組員を収容した後、ボリーを処分した。対戦相当部隊での任務を終えたバリーは高速輸送艦に改装されることとなった。 1943年12月31日から1944年2月17日まで、チャールストン海軍交渉で、改装工事が行われ、その間の1944年1月15日に、ハルナンバーが APD-29 に変更された。改装後、バリーは4月13日に、東海岸を発して、メルス、エルケビールに向かい、4月30日に到着。 8月14日まで水陸両用船の訓練を行い、南フランスからの反抗作戦に備えた。8月15日から20日までの間、ドラグルーン作戦に参加したバリーは、フランス領のポールクロとレバント島に陸上部隊を上陸させた。作戦終了後は8月下旬から12月まで、西地中海方面で、戦団護衛任務に従事した後、アメリカに向かい、 1944年12月23日にノーホークに帰島した。バリーは簡単な修理の後太平洋に向かうこととなり、1945年3月24日に出港した。ハーイ諸島海域で訓練を行った後、沖縄諸島に向かい、5月16日に到着。到着後は諸島周辺海域の紹介に当たった。5月25日、バリーは 沖縄から北西に57キロ離れた海域で紹介を行っていた。この5月25日と前日24日、日本軍は菊水7号作戦を発動しており、バリーにも2機の特攻機が突入してきた。そのうちの1機は撃墜したが、もう1機は弾幕を突破して、バリーの環境下に命中。バリーの乗組員のうち28名は破片で負傷し、 爆発で生じた火災は、神風から流出したガソリンとバリーの燃料庫を呼び、弾薬に燃え移り、艦の全部に脅威をもたらした。命中してから40分後の13時40分、艦長はバリーの放棄を決定し、乗組員は救命ボートで脱出した。15時過ぎ、浸水がバリーの火災を抑え込むのを見た高速輸送艦シムスと、ローパーからの消火班はバリーに乗り込み、 活動の結果翌5月26日6時30分頃にはおおむね沈下した。バリーは5月28日にケラマ諸島の白地に栄光されたが被害の規模は大きく復旧は割に合わないと判断された。バリーは部品取りとなり再利用可能な部品は他の官邸に転用されることとなった。1ヶ月後の6月21日、バリーは除籍された。この日もまた 日本軍は、菊水10号作戦を発動して特攻機を送り込んできたが、投入される機材も人材も沖縄戦の末期にあたる、頃からはほとんどを復呈した感じとなり、菊水7号作戦からは、練習機、白菊も投入されるようになっていた。アメリカ軍は除籍したバリーを特攻機を引き付ける、デコイとして使用することとした。バリーは、立派と中型揚陸艦、 LSM-59 に挟まれるようにして、栄光されて、ケラマの白地から引き出され、会場に向かった。まもなく6機の白菊が出現し、うち2機がバリーではなく、栄光しているリッパンと LSM-59 を目指して、突入してきた。しかしリッパンを狙った白菊は、リッパンを飛び越し、バリーに命中した。もう1機は LS、LSM-59 に命中。 これを撃沈し10名のアメリカ兵が死傷した。白ク一機が命中した、バリーも翌日の6月22日に沈没した。バリーが沈んだ6月22日、沖縄の日本軍最高司令官、牛島光陸,陸軍中将と三謀長の超有陸軍中将は、マブニキューの洞窟で共に切腹して果て、沖縄戦は終結。菊水作戦も、 この6月22日をもって終了した。バリーは第二次世界大戦の功績で第21.14務軍での選考で主君部大賞を受賞し、他に4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。